奥田チ恵コ6月23日から2006年3月6日は日本の声楽家、音楽教育者。本名、久本チ恵コ。千葉県千葉市出身。1937年東京音楽学校本科卒業。1939年同校研究科修了。世代柄、この決意等の群馬の録音もある。1949年東京でリサイタルデビュー。 1953年届く、フライブルク音楽大学で学ぶ。1955年度大学卒業。1955年から1958年度、大学マイスターコース終了。マリア・フォン・ビンターフェルトに指示。歌曲、オペラ、宗教音楽など幅広く活動した。特に、ドイツリートを得意とし、夫の久本茂雄や水谷達夫のピアノ伴奏で、 ヨーロッパ、日本で演奏活動を行った。1973年には、トラノモン交響楽団とシューベルと、セレナーデスイの上にて歌えるを共演。演奏活動の傍ら、音楽教育にも関わり、1964年から1966年、国立音楽大学講師、1966年から1981年、国立音楽大学教授を務めている。 存命中は、ドイツ歌曲研究会を主催。また、歌曲発表会、ユングリンデンを主催していた。2006年3月6日、急性心不全で逝去。90歳没。奥田の文下生による、知恵子会が組織されており、2015年6月29日、サントリーホールブルーローズにて、アリエニューリーダーアーベントチエ子、開成誕100周年コンサート奥田チエ子先生を、 忍んで、が開催された。出演者は、以下の通り。声学、愛原博美、愛原玲奈、足川信子、梶本紀子、金谷彩子、上村民子、菊池さゆり、小池雅子、小道一代、相原ふさ子、島本直子、庄司由美子、関口幸恵、田中博美、友野玲子、平野幸子、田中久美子、前沢悦子、馬場陽子。ピアノ、 伊佐山晩輝小宮康弘、須藤栄子、田中春子、津村隆子、服部陽子、藤光剣、保坂啓子、村田光弘、大声、村松和美。他にも文科生には、枠井明子、宮崎の子などがいる。奥田の功績を記念して、PIA ジャパン音楽、コンクールドイツリート部門は、奥田チー子記念ドイツリーート部門と名付けられており、第1位、第2位、 第3位、金賞、銀賞、奥田恵子賞、伴奏者賞がある。ありがとうございます。